という気がしまして。お二人とも大人の女性らしくなりましたよ。素敵です。ありがとうございます。リオさんが大人っぽくなったから、サラちゃんとアルマちゃんも相当照れているみたいですよ。別に照れていません。照れているのサラ姉さんだけです。オーフィアさんも綺麗になりましたよ。さらに落ち着いた雰囲気が増しましたね。ありがとうございます。ただいま。疲れた。生き返る。いつまでこうして一緒に暮らせるのかな。いつまでって、いつまでもだよ。私もずっとレッドと一緒にいたい。どういうことなのこれは。まあ、そんなんだ。おい、べったりくっつけんじゃねえ。だって私、先輩のこと好きになっちゃいました。なんかよ、もう授業始まるよ。実は私たちも今日からこのクラスになったの。あ、そうなの。というわけでよろしくね。なんかこの部屋冷房が弱くない。あっと、綱木さん、ここの解き方教えてくれるかな。前メガネとかしてたっけ。今更。やっぱニブチンだね。どう、少しは知的に見えるんじゃない。声をかけられないように変装してたのか。これは大女優様だぜ。もう恥ずかしいから言わないで。待って。私だけを見てほしい。このまま二人でサボっちゃおうよ。ダメっしょ。いいじゃん、少しだけ。そんなわけいくか。いいんだ、シシリ、気を使わなくても。いえ、私はそんなことないです。シン君との子供なら可愛いでしょうし、私は今、なんて。シシリ、あんた。ユユー、はあ、大胆。盛大な自爆。覗いちゃダメだよ。覗きません。わお、いいお返事。じゃあちょっと入ってくるね。先輩。恥ずかしいから私が消したの、バカ。え、どうして覗きに来ないのよ。しまった、僕覗きに行かなきゃいけなかったのか。あの写真が大量に隠されてたんだからよ。お前、ペルシアのことが好きだったんだな。私知らない。じゃあ全部もらっていいか。ダメよ、私のコレクションなんだから。お客様、むやみに押さないでください。クーコ、私ルートの邪魔をしに来たんですか。ニャルコ、かわいい。その格好で拘束したい、養殖したい、調教して私なしでは生きられない体にしたい。偏った性的思考をぶちまけてんじゃねえですよ。私でよければ今からお沈めいたしましょうか。いや、そういうのは結構っていつも言ってるだろう。フェイシア、おふざけも大概にしないと不敬罪で叩き切る。男の人というものは出すもの出さないと健康に悪いそうなのよ。何、そういうものなのか。父上、貧相ながら私の体もよろしければ使ってください。今は色気より食い気、飯だ飯。絶対こっち見ないでね。おお、見ちゃダメだ見ちゃダメだ見ちゃダメだ。ありがとな、わざわざ看病しに来てくれて。お礼だとしても本当嬉しかった。あなたが熱を出してたなんて知らなかったもの。ん、じゃあ何しにここへ。うるさいわね。ただあなたに会いたいと思ったから来ただけよ。理由なんてないわ。悪いかしら。どこだよ。はい、詰めて詰めて。あ、ちょ、ミクもわからないところがあるって。いつか教えてほしいこと。好きな女子のタイプは
おい、ライハちゃんだったなんて頑張ったのにずるいです。真逆。すごっ、ミクもう課題終わらせてる。風太郎くん、頑張った人は褒めてあげないと。よしよし、どう、ドキドキしない？今日は面接ということで、まずは募集を見て来てくれて嬉しいよ。なぜお前らがここのバイトを受けてるんだ？風太郎どうするの？あんたなら当然私を選ぶわよね。私にできることなら何でもするよ。だから選んで。回復してよかった。寂しくなったら呼んで、いつでも看病に来るから。サンキュー。でも一人の方が楽だ。言ってくれたら私が作ったのに。いや、ちょっと食欲なくてな。そっか。おい、なんだこれ。トモエさんが修行に出るということは、若様を独り占めにできると思ったのですが。ごめんね、邪魔しちゃって。ミオ姉ちゃんはお兄ちゃんの恋人なのに。私はあくまでも従者ですわ。小娘、なかなか可愛げがありますわね。わかりやすいな。ルシアン。ルシアンって？そう、こっちに来るぞ。おはよう、ルシアン。何の用だよ。だって昨日の夜は遅くまで一緒にいられなかったから。マジで？君さん、こいつとどういう関係？恥ずかしい。待て、その質問は。私の大事な旦那様です。人にお願いするのはどうかな。知り合いなんでしょ？スイリア先輩。あかねちゃん、あかねちゃん、しばらく帰ってきそうにないわね。生徒会長室でスイリア先輩だ。ダメ、気を確かに持つのよ、アカネ。一口でも味わってから。アカネ先輩、当分帰ってこないな。マヒロさん。なんだよ。お話があります。やっと二人きりになれましたね。ちょっと待て、ここロッカーの中。私、まひろさんのことが好きです。Dòng tôi chờ phù du quyến huyền nào, có bao nhiêu giọt vào miền khát hai. Tôi trong người áo tường băng thu xa, thu đi lạc đâu phải thu đi hoa. Sao mặt mát tiền cành quan thực dơm, nhịp tim tôi bật bóng nơi nồng ngừng. Sao nỡ về khoảnh khắc vậy thu ơi.Xin dám bày hạt thu rơi, mang gieo rắc xuống mảnh đời. ご存知の通り、私は太一が好きだ。そしてこの前のことだ。ついに私は太一とエロいことをする夢を見てしまった。そこで目が覚めたから寸止めになったわけだが、そして同時にすごく切ない気分にもなっていたんだ。でちょっとなんかこうモヤモヤってなって、太一のことを思いながら。ストップ。やばい、恥ずかしい、泣きそう。次は私ですわね、旦那様。旦那様、他の呼び名を探してください。命令です。命令だなんて。今後君はミオを名乗れ。ミオ。ゼロに主人の属性の文字ってことは、私を主人色に染めてくださるってことか。いや違うから。ど
あんま見ないでよ。こういう格好って慣れてないんだから。いや、お前浴衣似合ってるなって思って。でも今日見てきた中でも智代が一番いいと思うぞ。な、何よそれ。褒めてんだからいいだろ。行こうぜ。うん。